これは一体どういうことなのだ、シド。説明してもらおう。内容次第では大変なことになる。ザレ事で惑わそうとしても無駄だ、シドウよ。偽りの仮面を捨て真実をあらわにするがいい。主公、かぐやの言う通りです。納得のいく説明を求めます。だからダーリンはこれから私とデートするんですよ。デート。今すぐ指導から離れて出なければ。ダーリンと私はラブラブなんですから、デートくらいしますよ。どうやら煉獄の炎で焼かれたいらしいな。あら、前はあんなに姉上様って慕ってくれたのに。解説、かぐやは焼き餅を焼いています。違うし、姉上じゃない、ミクがあんなあれをぽよんぽよん押し付けるから。同情、かぐやには押し付けるものもありませんしね。ゆずる、ちょっと私より大きいからって。訂正、ちょっとではありません、だいぶです。やはりそうか。ではシド、私とデートするのだ。その発言は認められない。シドウとデートするのは恋人である私。聞き捨てならんな。我と来るがよい、シドウ。天上の甘露を共に味わおうぞ。同調、かぐやの言う通りです。三人で美味しいと評判のケーキ屋さんに行きましょう。私が最初にダーリンをデートに誘ったんですから、行くなら当然私とですよね、ダーリン。私とデートしましょう。シド、もはや逃れられんぞ。勧告、観念してください。シド、シドは
かぐやとゆずるの所有物なのです。シドウは私とデートするのだな。そうだろう、シドウ。そんなことはない。シドウは私と秘密の放課後を過ごす約束。ではありませんの。本当に奇遇ですわね。シドウさんはこんなところで何をしてらっしゃるんですの？あら、説明する必要がありまして？乙女の秘密というものですわ。私は可愛い可愛い女の子ですわよ。あら、否定なさらないんですのね。はぐらかさなくてもよろしいですわよ。私、嬉しいですわ。それは指導さん自身が確かめてみてくださいまし。このスカートの中をじっくり見ればわかるかもしれませんわ。あらあら、お顔が赤くなってますわよ。本当に面白い方ですわね。
ましょう。もしかしたら時間の補充に行く途中だったかもしれませんわよ。冗談ですわ。今日は幸運にも指導さんに会うことができましたし、いい気分のままヒロにつかせていただくことにいたしますわ。では私はそろそろ退散いたしますわ。それでは指導さん、ごきげんよう。